今日おすすめする映画はノボという映画です。この映画ですね、短期記憶、短い時間の記憶しか保持できない男の話なんですけれども、非常に面白い記憶の映画なんですね。でこのアンナ・グラハムという女優、これあのなんかシャネルのモデル出身らしいんですけども、非常にセクシーです。僕はこの映画で非常にアンナ・グラハムいいなと思いましたね。女優も見どころ、そしてテーマもユニークなノボ、予告編を見てみましょう。